緑とヤーマンプレゼンツインタビューオブマチナカ。リスさんに質問です。リスさんがエステルさんを4文字で表現すると3219。おいしい。おいしい。エステルさんはおいしいんですか？悪くない。なるほど。エステルさん、ちょっとかじってみてもいいですか？お断りします。リスが言っているのは私の作る食事のことでしょ。なるほど。以上、緑遠山のインタビューコーナーでした。続いて遠山緑の突撃エステルさんちの晩ご飯のコーナーに入ります。私こと遠山みどりを擬音で表現すると、擬音ですか？ 3、2、1、9。